数だけだともっとね多い会社さんいるんですけどやっぱり一つ一つをしっかり納めするってことをいつも念頭に置いて作業させていただいてますんでうちの会社はですね、まあ、私で3代目ってことでもともとはあの塗装の工事も。 まあ今もそうなんですけども受け持ってる会社なんですがえとちょうど私が二十数年前にまあここに戻る際にですねあのまあ塗装工事だけじゃなくていろんな工事をあの総合的にできればっていうことでまあ特にあの新築で物を建てるというよりも今あるものをえリフォームとか直して まあ長く使いましょうっていうそういうことを念頭に置いて仕事をさせてていいただいている業者です私を含めの弊社の会長私の父ですけどもあのまあ全ての職人さん一級技能士っていう塗装技能士を所有してますしあとそれは実際に工事をしてくれる職人さんなんですね。その彼らを、まあ 指示したりとかこういうふうにやってっていうようなそういう,こう設計したりあるいは診断するっていう資格が、まあ、建築士さんとかあの現場の監督さんあの建築施工管理技師っているんですけどそういった人たちが一級のメンバーが結構多分県内、まあ、松本市内県内でも人数的には非常に多いと思います。あのトーータルいいうか所属ししててるメンバーに対して資格 を所有している率は多分県内1だと思います当然資格を所有しているだけではやっぱり駄目でこれまでの経験ですとかあるいはまあ1人だけじゃなくて2人3人でこういろんな知恵を出し合ってこういう現場こういう状況だったらどうした方がいいだろうっていうものをあの私どもは公共工事をえーからそういうものを学びながら。 今までやってきてる会社ですんで当然以前その下請けでやらさせていただいた工事も含めていろんなノウハウをそこに詰め込んで今ができてるんでまあそういうものをより大切にしていいいきたいと思います資格がなければ仕事ができないっていう職種では実はないんです建設業って。で本当はあのなりわい業なんでやっぱり。 プロフェッショナルであるためには資格を持っていて資格るべきだと思うんですけども資格があった方がやっぱりより適切なえ仕事と言いますか工事が私はできると思ってるんでまあそこにこだわりはございます。私どもの場合にはあの一級のその技能士さん限られたメンバーだけで。 仕事をさせていただいてるんで、年間だいたい80件から100件多くて100件だと思うんですね。だそれでこう積み重ねてきたものがまあ、今2000数とっていう形なんですんで、あの数だけだともっとね。多い会社さんいるんですけど、やっぱり一つ一つをしっかり納めするってことをいつも念頭において作業させていただいてますんで、国なり県からあのおかげさまで3回。 有料技術者表彰っていうものをいただきまして、えっと、県内塗装業者さんで3回の受賞、まあ、国と県ですかっていう業者さんおそらくいないと思いますんでそういった点は、まあ、ある程度認めていただいているかなっていうふうに自負してます、うん、私含めて、えっと、建築士1級2級で3名いますし。 施工管理技師っていっていわゆる監督さんの資格を所有している一級の者がの4名いますんでまあその人たちがそれぞれ建物の診断をまずさせていただいてで診断をもとにあの結果を反映して今度見積もりとか要は工事のやり方を決めるんですね。でそれを技能士さん一級技能士さんにこここうやってやってねこうしてねっていう指示をして監督しながら工事を終えられるっていうまあ いわゆる最初から最後まで全て一貫して私どもの会社をお受けできるものですからそれも住宅とかあの一般の個人の方のお家だけじゃなくて本当にこう大きな庁舎とか建物とかそういうものもお受けしてますんでそういった点では安心してお任せいただけると思いますもともと塗装の塗装いわゆる塗装屋さんなんですけどやっぱりいろんな経験とかを積み重ねる中であの。 今がでできてているると思ってるんであの本当に治すためにはこ,ここをこうしなきゃいけないただそれが治してまたなっちゃうといけないんで予防するってことが必要なんでその辺まで考えた提案を心がけてます。<laughs> まあ アフターの関係で一応保証っていうその塗装であれば塗膜はがれませんよっていう10年の補償、まあ、最長ですね出させていただいたりあるいは、えー、アフター点検って形で、まあ、1年に1回程度ですね、あのー、ご希望のお客様のところにお邪魔させていただいて状態に問題がないかとかそういったことを確認させていただくそういうアフターがございます。 今だとどうしてもその共働きといいますかお家に日中いらっしゃらないで週末土曜日あるいは日曜日だけおいてっていうお家が多いもんですからあの塗装工事の場合が多いんですけどもあの塗り替えの交換日記っていうものをやらさせていただいてお客様とそのご不在であっても今日こんな作業をしましたとか明日こういうことやるんでこうしてくださいっていうことが職人さんの方からお客様に伝えられますしで逆に お客様の方でこここんなんだけどこれってどうなんどうなるのみたいなそういうご心配等があればあのやり取りをそこでできるっていうそういうものはございます。名前が交換日記なんでなんか昔を思い出したみたいという方が結構おいでであのそれはそれで評価をいただいていると思います。うちの特徴の一つとして職人さんがそのものすごくこうお客さんに喜んでもらえる。 塗装とかこう職人さんってとかくちょっと怖いイメージが皆さんお持ちなんですけどうちのみんなってどっちかっていうと結構気さくでまあお話もちゃんとできるあの職人さんまあそういった教育といいますか挨拶しようねとかそういうこともやらさせていただいてる結果だと思うんですけどもあのどっちかっていうとなんか職人さんのイメージが変わったっていうふうに言っていただくお客様が多いです。 社長に担いで皆さんねそうやってやっていただいてるので非常にいいかなとありがたいなと思います。<laughs> 中南新地区で、えー、ショールームっていう形で、まあ塗装工事に専属特化したものだと多分この私どものショールームしかなくてですね、あのいろんなこう。 ハウスメーカーさんとかあの住宅屋さんリフォーム屋さんのショールームっていうのはあるんですけど、まあ、ことその本当に塗装だけっていうものはあの中南新築はずだと思いますんでなんかやっぱり眺めていただいたりあのぜひお出かけいただいてあこんなこんなのあるんだねとかこういうふうにやるんだねっていうのをご覧いただきたいというふうに思います。まず調査ととかか診断っっててもののを最初にすするるんですけどどそれどうやってやるのとか あるいはその痛みによってどういうふうに補修するのとかそれから工事実際スタートするけどどういうふうにその工事進んでいくのとかあと塗,料塗装ってやっぱり色選び重要なんでそのカラーに関する色選びどういうふうにするのとか、まあそうですね、あとは、まあ、あのそのレパートリーでどういうプランがあるかとかビフォーアフターで塗り替え等するとこんなに綺麗になったわよとかそういうものまでまあ 本当にすべてのものをご覧いただけると思いますやっぱり見たことないものがあるんで皆さんそれでへーっていうか驚かれてはいお帰りになります、ね、お客様にとっては私たちに依頼いただく工事ってまずね一生に一回あるいは二回くらいだと思うんですねでそんな中で我々とするとせっかくこう ご注文というかまあそういうつながりができたんでそこに全神経を集中してそこでできることをやっぱりお客様にぶつけていくあるいは建物にそういうものをぶつけていくとでそれがやっぱりいいものを作るために一番大事だと思うんで、まあ、そんな中でその一等入婚っていうことをあの常に、まあ、私自身は常々考えてますんで。